今世紀最後の決戦、賞金王決定戦第12レースを迎えています。競争水面です。対戦の6選手、1号艇徳島天村義弘、2号艇大阪松井茂、3号艇広島市川哲也、4号艇福岡田堂実、5号艇北海道熊谷直樹、6号艇が群馬山崎智也、以上6選手の対戦です。ランマーク付近のコース争い、まず1コースは1号艇の浜村が取りました。エースモーター1号艇の浜村1コース、そして2コースには2号艇の松井です。2年連続獲得賞金第1位、2号艇の松井2コース、そして3コースは3号艇の市川が入ります。3号艇の市川が3コース、そして4コースには6号艇の山崎が入ってきました。6号艇山崎が4コース、そして後方に引いたのは4号艇の太郎、5号艇の熊谷が6コースです。賞金王決定戦第12レース、新入隊長ラインコースから1番2番3番6番4番5番です。1秒前スタートしました。内寄り高田氏は1号艇、センターからは3号艇が行きます。さあ3号艇が行く、1マークインから応戦する1号艇、1号艇応戦、前速ターンでかわす3号艇、アウトから3号艇の市川哲也、3号艇の市川哲也がかわしました。先頭を続いて2番手は内側から上がってきた6号艇の山崎、6号艇の山崎が2番手です。なおスタートは正常、スタートは正常です。2マークの旋回です。さあ内側から1号艇が突っ込んできた、2番手争い、1号艇6号艇、1号艇6号艇、先頭は3号艇の市川哲也、3号艇の市川哲也が先頭に立ちました。第15回賞金王決定戦、先頭に立ったのは3号艇広島の市川哲也、3号艇の市川哲也先頭、そして2番手争い6号艇1号艇接戦、アウトかわしていく1号艇の浜村、大声援を受けましてアウトから1号艇の浜村が上がっていきますが、内側からは6号艇の山崎も伸び返していきます。2番手争いは6号艇1号艇接戦です。6号艇山崎、そして1号艇の浜村、2番手争いは6号艇1号艇、これに絡んで5号艇、5号艇が邪魔をした、1号艇は交代、1号艇の浜村は交代です。2番手は6号艇山崎、6号艇の山崎が2番手です。そして3番手には5号艇の熊谷が上がってきました。5号艇の熊谷が3番手です。賞金王決定戦、先頭は3号艇広島の市川哲也です。3号艇の市川哲也が先頭、今年は総理杯準優勝がありました。3号艇の市川哲也が先頭、そして2番手が6号艇の山崎、そして3番手は5号艇の熊谷直樹です。最終ターンマークを先頭で出した3号艇の市川哲也です。続いて6号艇山崎、2番手3番手には5号艇の熊谷直樹、最後の直線コースガッツポーズ、先頭3番市川ゴールイン、続いて6番山崎ゴールイン、その後5番熊谷ゴールイン、続いて1番4番ゴールイン、最後方2番ゴールインです。12レースの競争成績です。1着3番市川哲也選手、